こういった方っていうのは骨盤が後ろに倒れている可能性が高いので、これを、はい、こんにちは、菅です。今回は骨盤をきれいに立てるための運動をご紹介したいと思います。骨盤がきれいに立っていないとどうなってしまうかというと、背中が丸まってしまったりとか、腰を丸めるような姿勢を自然と取ってしまったり、あとは歩いているとき立っているときにお腹を突き出すような姿勢になってしまったり、こういった症状が見られてしまうんですね。周りの人から姿勢が悪いねとか、背中が丸まってるねとか、あとはお腹を突き出して歩いているねっていうふうにね、こう人から指摘されることが多い方とか、あとは腰痛であったりとか、背中とか肩のこりがひどい方、そういった方っていうのは骨盤がきれいに立ってなくて後ろに倒れる、専門用語で言うと後傾っていうんですけど、この骨盤後傾の姿勢になっていることがあるかもしれないんですね。だから今回ご紹介する動画でやっている運動をすることで、そういった症状でお悩みの方はそれで解決するかもしれませんので、では早速やっていきたいと思います。骨盤が後傾した状態っていうのはどういうことかというと、今こうやって立ってる状態、まっすぐ立ってる状態ですと骨盤が立ってる状態なんですが、後傾するとこういう感じになってくるんですね。こういう感じで腰を丸めるような姿勢ですね。でこうなってくると重心が後ろに倒れてしまいますので、それを合わせるとして膝は自然に曲がってくるんですね。こういう形になってきやすいんですね。ちょっと大げさなんですけど、こういう感じの姿勢になってくるんですね。膝が曲がって骨盤が後ろに倒れることで重心が後ろになってくるので、後ろに倒れてしまったら危ないので、それでかばおうとして上半身が前傾になって、下半身も膝を曲げるような姿勢になってしまいます。こういう姿勢が続いてらっしゃる方、自然にこういう風な姿勢が楽っていう感じ、楽に感じる方ですね。こういった方っていうのは骨盤が後ろに倒れている可能性が高いので、これをクッとこうね、骨盤を自然に立てた状態、これで長時間維持できる、あるいは楽にこういった状態が作れるように持っていくのが今回ご紹介する運動です。で今回ご紹介する運動では、ここの足の裏側ですね、ハムストリングスと言われる太ももの裏側とお尻の筋肉ですね、この部分が弱っている可能性が高いので、この部分を鍛えるための運動をご紹介していきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。まず床に寝転がった状態で両手のひらを床にくっつけてもらいます。でこの状態で両膝をくの字に曲げてもらいます。そして両方の膝の間は拳一つ分ぐらい開けてもらいます。両方のくるぶしの間も拳一つ分ぐらいの間を開けてもらいます。この状態を基本姿勢としますので、ここから運動をスタートしていきます。そしてこの状態を作ったら、ぐっとお尻を床から離して上げていきましょう。上げる高さはちょうど太もものラインと体のラインが一直線になるぐらいの高さを目指しましょう。これが低すぎてね、ここの股関節でくの字に曲がった状態になると、あまりここの筋肉に効かすことができない、トレーニングの意味がなくなってしまいますので、なるべくグッと上げた状態を作ってみましょう。どうしても難しかったらいける範囲で結構です。そしてこの時注意していただきたいのが、両方の膝の間ですね、この両方の膝の間がどうしても広がりやすくなってしまうんですね。こう広げた状態になると上げるのが結構楽になっちゃうので、あまりトレーニングの意味がなくなってしまいますので、なるべく拳一つ分の間をキープしてやっていきたいと思います。これで15秒程度ゆっくりと呼吸を続けながら数えていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、結構です。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？初めてやる方なんかは割としんどいかもしれませんね。特に骨盤が後傾してらっしゃる方っていうのは、お尻とか太ももの裏側ですね、このハムストリングス、こういったところの筋力が結構弱ってる方が多いんですよね。でそうなってしまうと
で体の中で一番重いとされる腰とかお尻の部分を上げることになるので結構しんどいんですよね。だから無理せずにね、ゆっくりでいいので、少しずつ始めていただけたらと思います。今回の動画も良ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もご覧いただきありがとうございました。